1997年放送のビーチボーイズ、ラブストーリーが多かった月9としては珍しく男の友情を描いたドラマ。夏はやっぱ海だね。桜井宏美役、反町隆史、風に乗って走るな、ね、鈴木海人役、竹野内豊、かわいいね、甲乙つけがたいイケメンダブル主演ということで話題を独占。何なやつなんだから。何が夏のところさらに当時まだ高校2年生だった広末涼子が等身大の役を熱演。バーカ。そんなドラマの裏の本当のドラマとは、女性目線のビーチボーイズ。このドラマは演出を女性が担当、女性が楽しめるこだわりを随所に散りばめて作られていた。8割裸それは撮影開始前の会議で決まった。いい、これは女性が楽しむドラマだから8割裸推しでいくわよ。女性監督が立てたコンセプトは8割裸。その結果このドラマはとにかく脱ぐ脱ぐ、さらに脱ぐ、ほとばしる汗、盛り上がる筋肉、滴る水。監督の狙い通り裸のシーンが満載。極めつけは反町扮するヒロミがプールでライバルと対決するシーン。その登場シーンは世の女性たちの視線を釘付けにした。そのシーンがこちら。するほど美しいアキレス腱、そして反町隆史の後ろ姿は膝裏からお尻へと移動、見事な肉体美をまるで舐め回すように映し出していた。女性監督のこだわり、それは8割裸だった。竹野内さん、あの監督のこだわりはご存知でしたか？いや、あの僕だけ脱がされてましたね。あ、竹野内さんだけ。あでも本当に今見てもうっとりしてしまったんですけれども、そういう演出があったっていうのは今ご存知？はい、知りませんでしたね。そうですか